俺もだって多分松岡いなかったら今と全然違う芝居してたと思う。なんかやっぱ影響を受けたんだ。うん、やっぱ、はい、結構松岡とか見ながらの分析とか、うん、あとそれこそあいつがやってないとこやったりとかもあったから、うん、ずっとほら親友でありライバルでありっているからさ、そうね、かぶんないとこもかぶってるとこも頑張るけど、うん、かぶんないとこも伸ばすようにしていくじゃん。していくね、うん、うん、そうしていくとなんか自然とまた自分のなんかいい部分が伸びていったりとか、なかった部分が伸びていったりもしたし、そうそう、あるし、いい関係だよね。でもなかなかないよそういう、ね、ないと思うマジで。同世代でさ、うん、ずっとなんかね、作品も一緒で、そう、ね、呪術も一緒だし、あ、ちなみにメカ丸役ですね。はい、そう、メカ丸役の松岡ひつぎ、松岡さんですね。松岡さんに言ってほしい。でも仲良くなったの売れてない時だからね。あ、そうなんだ。いわゆる生徒 AB やってる時に仲良くなって、お互いこうメインやりだしたら一回会わなくなってね、あんまり。かぶってっから。ああ、なるほどね。そう、最終オーディションに二人で決まるのはどうですか、そういう感じになったりするわけよ。なるほど。でなってって、うん、でもやっぱ、ある程度やってったらなんかお互い、ちゃんと被んないところで共存できるようになったんだなっていう、うん、なんかだって松岡義継と言ったら島崎信長で島崎信長と言ったらみたいな、はい、なんかあるよね、相互関係みたいな。俺たちもうセット売り推奨してるんだ。あの他事務所でしょ。普通嫌がったりするじゃん。なんかセット売りとかやめろよとかあるじゃん。いや、ないか。俺らむしろ仲良し、ガンガン一緒にやりたい。モチベーションも上がるしパフォーマンスも上がる気がするぜ。いいね、いい関係、心強いよね。そういう人が一人でもいるとね、嬉しいね。いやでもエネ君も嬉しいのよ、うん、あの数少ない、うん、特に当時本当に数少なかったためのエネ君とあゆ、そうで同い年なんで、村瀬君と僕と信長君はね、ため声優、そうです、そう、ため男子声優、女性はね、うん、すごい人いっぱいいるから、ああそうね、うん、32、3、ゴールデンエイジぐらいいっぱいいらっしゃる、ね、女性はめちゃくちゃいらっしゃるから、そうそうそう、いやでもこうやってなんか話せる間柄でよかった、よかった、ね、なんか同じ年の ね世代で楽しく話せて、なんか思ってることもね一個近い分とか、うん、そうそうそう、話が合うから楽しく話せて、嬉しいよ。